2022明治安田生命 J1 リーグは第8節を迎えています。この時間は湘南ベルマーレ対ジュビロ磐田の一戦をお楽しみいただきます。それでは改めて湘南ベルマーレのスターティングメンバー予想フォーメーションでご覧をいただきます。まあ、間違いなくあの彼らとすると敵陣でのプレー時間を増やせるか、うん、まあ、それからできるだけ高い位置で奪ってゴールへとつなげたいと思うんで、はい、アウェーのジュビロ磐田の今日のメンバーということになりますが、まあ、前節検討しました川崎戦と同じメンバーということになりますね。谷から縦へのボールですが、これちょっとキックミスになって、おっと、そしてシュートだ、狙っていきました。ちょっとミスキックが出てしまいました谷、それを狙っていった大津でした。いや、大津いいじゃないですか、うん。縦パスということになります。バラダから小林、そしてもう端ちょっとタッチが流れてしまいました。ちょっとこのこぼれ球山田が持っていって、大岩から浮かしたボールディフレクトする、よく触りました三浦です。杉岡から高橋、縦に持っていく、高橋シュートがディフレクトする、ここもまたビッグセーブだ三浦。いや、流れの中からのあの高橋の右足ですよね、はい、まあ、これスリッピーなところをうまく生かしながら、まあ、ディフレクトしてるんですね、はい。はい、ワンタッチで落として大津へ、中また杉本走っている、鈴木優斗も走っていきました。ここはヘディングシュート、杉本健雄脇の外でした。いや、このプレーですよ、やっぱりあの彼がこう起点になっていい動きもしてますし、はい、まあ、彼が間違いなくあのターゲットマンになってこういうチャンス作ってるんですよね。ただ足りないところってやっぱりボックスの中でのシュートなので、このシーンでこう生み出した、これいいシーンですね、はい。米本から縦パス、瀬川の落とし、そして山田、高橋を使う、高橋のクロス、ここにバラダだ、枠の左でした。いや、これもとてもいい形ですね。米本カット、そして瀬川の落とし、大橋シュートだ、立て続けに2本のシュートです大橋。いや、とてもいいと思いますね。大橋が最初スイッチ入れて、これ立て続けにフィニッシュまでいけてますよね。瀬川から杉岡使う、杉岡からのボール、これ山田だ、いや崩しましたがシュートは枠の左。いや、このシーンですけど、岩田とすると裏返すにはちょうどいいシーンだったんですね、ボール奪ってからですけど、それをこう逆に奪い返されてマイナス、これワンタッチ、もう崩しとするとバッチリでしたけどね、湘南ね、はい。杉本から、さあ鈴木優斗へ、鈴木優斗ここから浮かしていく、うと、いや、でも前にした狙い出ましたよね。あのジャーメインはまず背後のスピード、そしてあの杉本健雄ポストプレー、ここは杉岡のヘッド、米本ちょっとボール長くなって、カルマからこれ持ち出した鈴木優斗、中2枚、ファーには杉本です、ニアにジャーメイン、ファーサイドボレーだー、枠の左、杉本健雄、伊藤監督も頭を抱えます。惜しいシーン、吠えます、杉本健雄。あとはミートして合わせるだけだったですけれども、ちょっと振りすぎましたかね。ここはカルマから裏に抜けて、ジャーメインカットインしてシュート、巻いてくるディフレクトする、クロスバー、仕掛けたジャーメイン亮。マジノのロングスロー、これは大井が跳ね返していった、そして瀬川シュートだ、強烈ポストだ、強烈なシュートでした、惜しくもポストまだあります。マジノが入れていく、大外から折り返す、枠の右でした。
惜しいシーンでした。湘南です。あと一歩でしたね。そうですね、はい、コーナーキックからのボール、ファー流れている、押し込めないか、ブロック、大岩が対応しました。あと米本でしたか、今ちょっと、そしてここで長い笛が吹かれました。結局は両チームともに得点なく 0-0、 痛み分け勝ち点1を分け合ったという格好です。